2020年2021年シーズンのストックリーのニューモデルの紹介をさせていただきたいと思います。まずですね、今期新しく出ましたレーザー WRT-ST というシリーズなんですけども、こちらの機種は名称こそ去年から継続の機種になりますが、今期に関しましてはですね、唯一シリーズ中この CSC というカーボンプレートをトップシートと芯材の間にサンドイッチをしまして、従来の去年のモデルよりもですね、さらにこのトップの部分の雪面からの振動吸収に対しての減衰を非常に穏やかに抑えてくれるということで、従来のスキーよりも非常に、クイックなターンもできる代わりにですね、雪面のコンタクトが非常に良くてですね、今までよりも一歩進んだスキーができると思います。続いてですね、ご紹介したいのはですね、今期各ディーラーさんのスキーテストで非常に評価が良かったスキーなんですけれども、こちらにあるレーザー AX というシリーズになります。このスキーに関してはですね、見ていただいた通り非常にプロポーションがグラマラスなスキーなんですけれども、まず利点としましては、このスキー、皆さんもご存知のように、このセンター幅が非常に広いということで、雪面の浮力を非常に受けやすい。これからの3月、4月、5月という雪が少し悪くなっていく中でもですね、足元がすごく軽く感じますので、快適なスキーができますよっていう部分と、もう一つは唯一このストックリーのスキーの中で特徴的、この AX が持っている特徴的な部分として、このトップの部分の形状のこの接接点の位置が昨年のモデルよりも20センチ後ろに下がっています。このスキー実はベストバイのサイズが175センチのスキーなんですけれども、実際乗っていただくとですね、このトップの接接点の形状の変更によってスキーの長さの感じがマイナス5センチ、170センチぐらいのスキーの動きをします。よって先ほどのセンター幅の浮力の出方、それから接接点の変更によってですね、どんな雪質のコンディション、あらゆる斜面、そういった部分で1本で非常にスキー場を楽しめるスキーになってますので、ぜひ皆さんご使用のほどよろしくお願いいたします。